おい、こっちを向いてくだされ。なんで降りてこんのか、こやつ。おぬし、降りてこい。ん、あ、柱の香りを嗅いでおるのか。おい、うわ、あやあやあや、おお、白眼、何かおるぞ。タソが参られた。どうしよう、どうしよう。恐ろしや。え、マジかよ。あー、ここじゃ、ここじゃ。下に参る。あ、そう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 。怖いの。隠し、うん、隠し通路が。そうそう、このあの雲の糸引っ張れば、うん、あ、雲の糸を引っ張れば。あー、ここじゃ。ほれ、見よ、この入り口の小ささ。それは茶室の、そう、茶室への入り口となっております。頭を下げてね、どのような位が高くても頭を下げて。おー、おー、つづむしかのー、うん、あ、もう秋か。秋じゃな。秋かのー。ちょっと早いぞ、おぬしら。ん、おぬしら出てくるのまだ季節外れじゃな。ちょっと早いか。気の早いし、つづむしだこと。今、つづむしがわーっとの落ちていたな、うん。ちょっと気の早いし、つづむしさんじゃこと。うん、怖いのー。気をつけ。怖いことはない。風流じゃよ。風流じゃなー。風流じゃよ。風流風流。あっと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 。危うし。おお、気をつけました。あった、痛い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 。まぬけじゃなー。まぬけなのよ。まぬけじゃな。さようなことでは笑わぬぞ、それがしは。もうまぬけじゃから。おっ、おいしかべかの。うん。ここで刺さっとったの。前回ここで刺さっとったのよ。あ、これあれじゃろ、あの、うん、湧き水を飲んでおったのではござらぬか。しっかり刺さっとったのよ。うん、いやいや、ここからちょろちょろっと水が出てたのよ。なんかパックリとったのよね、風流にパックリ。あら、水も滴って、これは風流よ。あえての水じゃから、これ。あら、あ、水を。うわ、うわ、草津温泉。草津温泉かな。この濁りは草津じゃな。おぉ、硫黄の香りもちょっとして、源泉かけ流し。はい、草津温泉、はい、草津入湯。疲れがみるみる取れてゆきまするぞ。やはり草津温泉は良いものじゃ。肩まで、肩が冷えまするぞ、うん、富士の温泉は草津に限りまするな、うん、進みましょうぞ。おぉ、あ、のぼせておりまするぞ。おい、この方、これ殿方。寝てはなりませぬぞ。なこまで使ってはならんの。温泉楽しむというの、ああなってしもうてはもう。風流が過ぎますな。のぼせ切ったらあんな顔になるんじゃない。明かりが灯っておるの。だそやおられるか。だそや。ああ、またこれ鎖で、うん、ああこれ赤のやつじゃ。なんか足見えるぞ。え、あら、ここたとる。おなごがどこに伏せておるぞ。おなごじゃな。病じゃな。これは病にござりまする。それが死看病いたしまする。あ、死亡。徳川十五代将軍じゃな。あ、これ順番。徳川弁、徳川ハロルド、徳川ハロルド。おらんおらん、そんな西洋の。あ、こ、あ、あ、あ、盆栽わさびじゃよ。これこれ、これはもう毎度出てきまするな。ちょっと開けてやれ、それ。あ、嫌じゃな。どう、こやつはでも、まあでも人間っぽいの。虫を任されてる可能性あるからの、うん、今開けまするぞ。このものとかお粥を持って参り申したぞ。来てこんのな。あー、ちょっと怖いの。え、説明乱れ髪の、あ、おなごじゃな。よさなきこか。よさなきこ説があるな。え、よさなき乱れ髪じゃろ。あきこ乱れ髪。うわーと、うるわしや。うるわしいのー。よさなきこ、これはうるわしい。あきこや、うん、かゆでも食べるから。君は気にし、しみ、しみたもかからかね。薄着じゃのー。ちょっと胸元お主、誰かいるのか。ちょっとざっくり飽きすぎますよ。おっと、胸元、今すぐ逃げるの早く。胸元のどこへえぐるのじゃ。胸元のひら、秋友。胸元の秋友じゃよ。胸元が秋友。秋すぎ。秋すぎ。説明してくれ。胸元の秋すぎよ。君は三年も行方不明だった。案内出せ。三年も。もうそんなに経ってしまったの。三年？三年寝太郎。三年寝太郎か。三年寝姫。三年寝ておったのか。でもなんか申しておったな。
お、なんかただならぬ様子じゃな、こいつ。何が見えるのじゃ。なんか怖がっておるな、怯えとるな。それはちょっと見えよう。ん、何が見える、隙間から何が見えるの。なんだこの場所は。な、なんぞや。後にして、まずはここから出ないと。なんぞや。確かこっちのはずよ。囚われておったのかの。ちょっと足取りもおぼつかぬの。おどろおどろしい部屋じゃのこれ。なんぞやこの屋敷は。肉かこれ。寝床じゃ。寝床か。まあでも風流と猛サバ風流じゃの。いや猛サバとか言う前に風流じゃ。前に風流か。私は風流じゃ。この。え？色深い。風流じゃろ？風流じゃな。風流じゃの。私が知ってることはもう全部話したわ。みんな風流ってことじゃろ。それは知っておる。こっちへ行きましょう。うん。こっちへ参ろうぞ。参ろ参ろ。さあ穴いたせ。ここよ。来ましたの。ここだわ。こっちか。よし。こっちへ参ろう。開けろ開けろ。ここよ。ここに何があると思う。なんぞや。ここがなんぞや。うん。良い部屋ではござらぬか。これは温かみのある部屋じゃな。色使いも。良いの。うん。よし、ここに決めるか。ここに出そう。なくなってるわ。何が？なんぞ？何が？焦っておるの。あなたが来てくれたから。なんぞや。家族になれるわ。え？言動がちょっとおかしいな。信じて。わけのわからぬこと申すなよ。おい。あら。まさっきも寝ておったの。これはいつこ、なんか始まらんのか。あら、奥の間がござりまするな。あ、なんかおるぞ。あ、人形かあれ。あ、日本人形じゃん。これもう間違いなくいるやつじゃろ。日本人形じゃな。風流じゃな。あ、そう。なんぞや。あいつの声よ。うん、戻ってや、戻る戻る戻る。あれ、おらんのかの。いや、今開いて開いて扉が。これ。あ、こっち。扉がないって申しとった。ニヤと申すのかな。扉が。そう、そこが今パーンと開いたのよ。ええー。お宮様。隠し扉。うわあ。風流風流風流。石も良いのよ。これ誰が集めたのかな、石。石積んだの。うん、開いた開いた開いた。ああ、ちょっと気をつけよ。風流が出てくるぞ。ちょっと風流が飛び出すやもしれん。風流が飛び出すかもしれませんぞ。よーい。おい、嫌な嫌な感じ。お宮殿、お宮殿。嫌な感じ。お腹開ける。怖いの。おっと、なんぞや。これは青木よもぎじゃよ。よもぎ水じゃな。ひょうたんじゃろ。回復って書いておる。何があったのじゃよ。音鳴ってる。音鳴ってる。うわー、こわし。いや、こわない。風流。こわしではないのよ。この世はすべて風流。うわー、音鳴してる。ここか、ここかの。ゆっくり開けよう。ちょっとこれなかなかじゃな。もう、しょうがなこと。ちょっと待て。うん、風流が来そう。風流来る。すごい風流の感じがする。もっと照らせ、こう、これ。いやいや、奥まで光がいかんのよ、これ。闇じゃから。そんな深かったか。あ、なんぞや、声がいたすの。風流な声がする。ひぃ。あかんかんかん。わうわうわ、これは逃げろ逃げろ、下がる下がる。うわぁ、これは危うい。これはお宮様か、胸元様か、これ。え、同じやつか。え、腕力すごし。怖い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 。あー、待ってくだされ。風流な素材で。なんだか、あー。風流な。あー、センス、センス直してくだされ、これ。手のひら風流。あー。センス直してください。手のひら完全に風流。あ、センス直してくださね。あ、なんか、あ、もう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 、あの穏やかではございませんが、あの、そうよ、あのお下がりくだされ。この平風流が、なんぞこれ。短冊、短冊持っておる。何持っておるこれ。あ、もう風流じゃの。泣いたぞって飲んだ。え、いかがした。声が聞こえる。声が聞こえる。あの子が私の体の中に戻ってこようとして。あ、イタコさんなのよ。誰か宿したの？イタコじゃ宿したのよ。私を一人にして。うん。ああ、やめろやめろ。これこれこれ。いやーあ。あ、絶命？絶命？絶命。絶命した。え？回復。濃淡使え。おお。
なあ。手のひら。おー